訪日外国人が驚愕した、日本の揚げ物料理を知っていますか？誰もが大好きな揚げ物料理だが、訪日外国人にとっても揚げ物料理は注目の的なんだ。いや、海外には本場のフライドチキンがあるでしょ。確かに海外にフライドチキンはあるけど、日本の揚げ物料理の美味しさは別格で驚かれているんだぜ。じゃあ、一体どんな揚げ物料理が驚かれているのか教えてほしいわね。というわけで、今回は訪日外国人が驚愕した日本の揚げ物料理を7つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は唐揚げだぜ。日本でおなじみの唐揚げは、大人気な揚げ物料理だ。おかずでも定番で、お酒のつまみとして好む大人も多いよな。そんな唐揚げだが、訪日外国人にも大人気なんだぜ。唐揚げってシンプルだけど最高に美味しいわよね。私は週3は唐揚げを食べているわよ。さすがに週3唐揚げは食べ過ぎだろ。訪日外国人もそんな霊夢には驚愕するぜ。訪日外国人は私の食生活に興味ないわよ。まず、唐揚げが美味しすぎるからしょうがないじゃない。その美味しさに訪日外国人も驚いているんでしょ？そうだ。一つ目は、その味だな。唐揚げは外はカリッと中はジューシーで、下味に使われる醤油や生姜の風味が訪日外国人にとって新鮮なんだ。確かに、日本の醤油や生姜の風味って他の国にはない独特の味よね。そうそう。そして、唐揚げのバリエーションも訪日外国人を驚かせるポイントだ。普通の醤油唐揚げだけでなく、柚子胡椒風味など、いろんな味が楽しめるんだ。なるほどね。それでいて、どのバリエーションも美味しいっていうのがすごいわ。実際、訪日外国人の反応ってどんな感じなの？訪日外国人からの反応は次のようなものが多かったんだ。こんなに風味豊かでジューシーな揚げ物は初めて。アメリカ人。パスタ以外でこんなに感動したのは久しぶりだ。ヨーロッパ人。本場のパスタ料理以上に感動されているわね。コンビニやレストランで唐揚げを食べなかった日はないくらい。なんでこんなに柔らかくてジューシーなんだ？アメリカ人。日本に来たら絶対に食べたいのが唐揚げ。アメリカにはあんなに美味しい唐揚げは、なかなか食べられないんだ。ヨーロッパ人。なんで日本の唐揚げはこんなにうまいんだ。3週間の日本旅行をしたところなんだけど唐揚げのクオリティに驚いてる。ヨーロッパ人。訪日して唐揚げを食べ歩いている方までいるわよ。自分も息子もケンタッキーフライドチキンですら、日本の方が美味しいと思った、アメリカ人。唐揚げは美味しすぎる。揚げ加減が完璧だ。鶏肉が柔らかくて食べやすい、ヨーロッパ人。日本人に君たちは世界一のフライドチキンを持ってると言うんだけど、誰も俺の言うことを信じてくれないんだよ。俺は絶対に唐揚げしか食べないのに、アメリカ人。どれもすごい反応だわ。やっぱり、日本の唐揚げは特別なのね。ところで、唐揚げの歴史ってどんな感じなの？唐揚げの起源は、中国料理だと言われているんだぜ。それが日本に伝わってから、日本独自のアレンジが加えられたんだ。今の形になったのは江戸時代から明治時代にかけてと言われていて、特に鶏肉を使った唐揚げが定着したのは、戦後の経済成長期だぜ。なるほど、結構古い歴史があるのね。中国の料理が日本で独自に進化して唐揚げができたわけだわ。でも、なぜ日本でこんなに人気になったのかしら？一つは手軽さだな。唐揚げは家庭でも簡単に作れるし、材料も手に入りやすい。さらに、揚げるだけで美味しくなるから、お弁当のおかずやお酒のつまみとしても重宝されるんだ。確かに、手軽で美味しいって最高よね。それに、冷めても美味しいからお弁当にもぴったりだし。そうなんだぜ。冷めても美味しい点も唐揚げの強みだな。訪日外国人もその点には感心してるんだぜ。あとは、やっぱり味付けの多様性は魅力よね。日本ならではの味付けってのは訪日外国人にとって重要だわ。そうだな。例えば、醤油と生姜で下味をつけるのが一般的だけど、そこにニンニクを加えたり、味噌を使ったり、地域によっても家庭によってもレシピが違うんだぜ。それは面白いわね。訪日外国人にとって、いろんな味を試せるのは楽しみの一つよ。さらに、最近は唐揚げ専門店も増えてきて、各店独自のレシピや調理法で提供してるから、食べ比べも楽しめるんだ。そういった専門店巡りは外国人観光客にとって大きな楽しみの一つになってるんだぜ。専門店巡り、それは楽しそうね。私もやってみたいわ。おすすめのお店とかあるの？東京だと、港区や千代田区などに美味しい唐揚げ専門店がたくさんあるんだ。千代田区岡田屋とか、港区新橋焼きとんまこちゃんが人気だな。それはいい情報ね。今度行ってみようっと、ねえ、訪日外国人にとって唐揚げの魅力って他にあるのかしら？一つは、やっぱりその手軽さだな。スーパーやコンビニでも美味しい唐揚げが手に入るから、観光中でも気軽に楽しめるぜ。それに、ピクニックや移動中にも便利だ。
確かに、日本のコンビニの唐揚げは侮れないわよね。どこでも美味しい唐揚げが手に入るって、外国人にとっては驚きだわ。他には家庭での唐揚げも魅力的だ。家ごとにレシピが違って、それぞれの家庭の味があるんだ。ホームステイなどで家庭の唐揚げを味わうのも良い体験になるんだぜ。家庭の味って本当にいいわよね。私も自分で作る唐揚げが一番好きよ。外国人もそんな体験ができると嬉しいわね。そうだな。唐揚げは、日本の家庭料理の代表格として、文化の一部を感じられる料理なんだ。だから、訪日外国人にとっては美味しさだけでなく、日本の文化を感じられる点でも魅力的なんだぜ。それは素敵ね。唐揚げを通じて日本の文化に触れるのは、いい経験だわ。私ももっといろんな唐揚げを試してみたくなったわよ。じゃあ、次の週末は唐揚げ巡りでもするか、いろんな味を試してみて、感想を共有するのも楽しそうだぜ。それ、いいアイデア、楽しみにしてるわ。唐揚げの魅力をもっと発見したいわね。二つ目はトンカツだぜ。トンカツって、豚肉をパン粉で衣をつけて揚げたやつでしょ？美味しいし、日本では一般的な料理よ。何が訪日外国人をそんなに驚かせるのかしら？そうそう、その通りだ。トンカツは豚肉のカツレツで、外はサクサク、中はジューシーで最高なんだ。外国人が驚くのは、このトンカツが日本独自の揚げ物料理だからだぜ。いやいや、外国にも似たような料理があるでしょ。確かに明治時代に西洋料理の影響で生まれたとされてるんだが、トンカツは独特な味わいと歴史を持っているんだ。その西洋料理の影響って一体何なの？明治時代、日本は西洋の食文化に影響を受ける機会が増えたんだぜ。その中で、コートレットという牛肉や子牛肉を使ったフランス料理が広まっていったんだ。トンカツはそのコートレットを参考に日本で生まれた洋食の一つなんだぜ。しかし、トンカツとコートレットは豚肉と牛肉というように使う材料が違っているんだ。なるほど、そういう経緯があったのね。でも、具体的に訪日外国人はトンカツの何に驚いているのかしら？訪日外国人は、まずトンカツの衣のサクサク感と、肉のジューシーさに驚くんだぜ。さらに、日本のソースやキャベツとの相性の良さにも感動するって言うんだ。トンカツに使う衣には生パン粉が使われているんだが、フランス料理であるコートレットに使われている欧米圏のパン粉はトンカツのようなサクサク感が出ないんだぜ。だから、トンカツの衣のサクサク感で際立った肉のジューシーさってのは、訪日外国人にとっては新たな体験となっているんだ。ふむふむ、だから訪日外国人はトンカツに感動しちゃうのね。さらに、具体的にどんな反応があったのか知りたいわ。訪日外国人からは次のような反応があったんだぜ。こんなにサクサクでジューシーな食べ物は初めだ。アメリカ人、ソースとの相性が抜群で、何度も食べたくなるわ。フランス人、ソースとトンカツの相性も訪日外国人には驚きなのね。からしとソースで食べるトンカツは人生で最高にうまい食べ物なんだ。ドイツ人、日本に来て1日目、初めて食べるトンカツに感動が止まらなかったよ。アメリカ人、ハネムーンで訪れた日本で食べたトンカツは忘れられないんだ。カナダ人、からしといった日本独自の味わいが訪日外国人に衝撃を与えているわ。あのシンプルな味わいが好きなんだ。カツ丼もボリュームたっぷりでお手頃だから大好き。オランダ人、日本の揚げ物といえばトンカツ。京都にお気に入りのレストランがあって、かなりおすすめよ。イギリス人、ジューシーなお肉にソースをかけてご飯と食べるのがたまらない。アメリカ人、この反応は嬉しいわね。トンカツって本当に日本の代表的な揚げ物料理だから、外国人にも喜んでもらえるのはいいことだわ。そうそう、日本の食文化を楽しんでもらえるっていうのは嬉しいぜ。それに、トンカツは日本の家庭料理としても根付いてるからな。うん、確かに。日本の食文化って、世界中から愛されてるものがたくさんあるのね。三つ目はメンチカツだぜ。日本の揚げ物料理はたくさんあるけど、メンチカツは私の大好物よ。早くメンチカツの美味しい話や秘話なども知りたいわね。ははは、そう焦るな。メンチカツは訪日外国人を驚愕させた、日本の揚げ物料理の中でも特におすすめの一品なんだぜ。訪日外国人が驚くなんてメンチカツが一体何をしたのよ？私の知る限り、海外ではフライドチキンという最高の揚げ物料理があるわよ。それよりもメンチカツはすごいの？ふむふむ、さすが食いしん坊の霊夢だ。確かにフライドチキンもうまいぜ。でも、日本のメンチカツはチキンにすら勝てるんだ。メンチカツは、豚ひき肉や牛ひき肉に玉ねぎやキャベツなどを混ぜて揚げた、日本の定番揚げ物料理だ。外はサクサク、中はジューシーで、肉汁と玉ねぎの甘みが絶妙に調和しているのが特徴なんだ。まさにそこがメンチカツの美味しさよね。でも、メンチカツは見た目はほぼコロッケと一緒で間違って購入しちゃうこともあるわ。確かに形は似ているけど、メンチカツにはコロッケにはない肉の旨味と、玉ねぎの甘みが加わっているんだ。
これが、まさにメンチカツの醍醐味と言えるぜ。それにコロッケはメインがジャガイモで、メンチカツは肉がメインだって大きな違いがあるからな。メンチカツとコロッケはほとんど見た目が一緒なのに、全く違う食べ物なのよね。ちなみに、メンチカツはどうやって誕生したの？メンチカツは、もともと、ハンバーグにパン粉をつけて揚げたものだったんだぜ。明治時代に東京浅草の洋食店がミンスミートカツレツとして売り出したんだ。ミンスは細かく刻むという意味でひき肉を指していて、ミンスミートカツレツが省略されてメンチカツと言われるようになったんだぜ。なるほどね、長い歴史のある揚げ物料理だったわけだわ。それで、そんなメンチカツが訪日外国人を驚かせるのはなぜなの？訪日外国人がメンチカツに驚く理由はいくつかあるんだ。まず、そのジューシーな肉汁と玉ねぎの甘みの美味しさだぜ。外国の揚げ物料理にメンチカツのようなものはないんだ。ハンバーグはもともと海外にも存在するが、それをわざわざ揚げようと考えたのは日本だけなんだぜ。日本のユニークなアイディアが、訪日外国人の心を掴んでいるのね。それに、メンチカツは家庭でも簡単に作れるのも魅力なんだ。日本では、スーパーで揚げたてのメンチカツが売られていることもあって、手軽に食べられるのが嬉しいぜ。食べたことのない外国人の方にも日本に来たらぜひ食べてみてほしいわ。ちなみに、訪日外国人からの実際の反応も聞きたいわよ。訪日外国人からのコメントは次のようなものが多かったんだ。メンチカツはそのままでも最高に美味しいんだが、カレーと一緒に食べるのもおすすめ、アメリカ人。とんかつソースで食べるメンチカツがある吉祥寺は東京のお気に入りの場所の一つだ、カナダ人。お気に入りのお店がある訪日外国人もいるのね。メンチカツとの出会いは、コロッケの時よりも驚きの衝撃がすごかったよ、イギリス人。メンチカツのジューシーさは、まさに最高の揚げ物料理って感じなんだ、欧米人。日本の揚げ物料理は他の国では味わえない美味しさなんだぜ。メンチカツはその代表例だと思っているよ、ヨーロッパ人。こんなにメンチカツを愛してくれている方が海外にはいるんだわ。訪日外国人を驚愕させるメンチカツは、日本の揚げ物料理の中でも特におすすめの一品だ。美味しさや手軽さ、そして日本の食文化としての体験が魅力なんだぜ。日本に来たら、ぜひメンチカツを味わってみてほしいわ。きっと、まだメンチカツに出会っていない外国人もその食体験に驚くのよ。四つ目はエビフライだぜ。エビフライって、エビを衣で包んで揚げたやつでしょ。あれ、本当に外国人が驚くほどなの？そうなんだ、エビフライは日本の揚げ物料理の中でも特に人気があって、訪日外国人からも大絶賛されてるんだぜ。外国人がエビフライに驚く理由、気になるだろ？まあ、ちょっと興味があるかも。エビフライって、なんでそんなに人気があるの？エビフライの魅力はなんといってもその食感と風味にあるんだ。エビのプリプリした食感と、サクサクの衣が絶妙な相性で、一口食べた瞬間から幸せな気分にさせてくれるぜ。確かにエビのプリプリ感と衣のサクサク感っていいわ。ちなみに、エビフライは日本で生まれた食べ物なの？エビフライの起源は明治時代に遡るんだ。当時、日本では西洋文化の影響を受け、数々の洋食が日本で誕生していたんだぜ。その中で豚肉のカツレツやメンチカツといった洋食が人気になり、揚げ物料理の需要が高まったから、エビの揚げ物料理も生まれたって説があるんだ。発祥店として有名なのは、東京銀座の洋食店レンガ亭なんだぜ。なるほど、エビフライも洋食の一つというわけね。じゃあ、外国人がエビフライに驚く理由は何なの？外国人がエビフライに驚くのは、やっぱりそのプリプリ感と衣のサクサク感だろうな。特に、日本のエビは新鮮で美味しいのが多いから驚かれるんだ。訪日外国人がエビフライに感動してくれるのは嬉しいわ。さらに訪日外国人の具体的な反応も知りたいわね。じゃあ、訪日外国人からのコメントをいくつか紹介するぜ。とんかつも美味しいけど、最高なのはエビフライなんだよ。アメリカ人。日本には巨大なエビフライが存在していて、本当に驚いたんだぜ、ヨーロッパ人。エビフライが美味しいのも確かだけど、大きさで驚いている方もいるのね。エビフライとタルタルソースの相性が私は大好きなんだよ、イギリス人。エビフライと最高の相性はやっぱりソースだ、アメリカ人。天ぷらとエビフライの違いはまだわからないんだ、フランス人。エビフライと天ぷらの違いがわからないってのは訪日外国人感があるわ。日本人は完璧主義すぎるよ。こんなに美味しいエビのフライには初めて出会ったんだ、ヨーロッパ人。生まれ変わったら日本に生まれるってエビフライを食べて思ったよ、国籍不明。タルタルソースとエビフライを食べてから私の食体験は変わったよ、アメリカ人。エビフライは日本人でも誰もが大好きな揚げ物料理だけど、世界中の人に愛されているのは最高なことだわ。そうそう、エビフライは日本の代表的な揚げ物料理の一つであり、訪日外国人にも大人気なんだ。このような揚げ物料理は、日本の食文化の一つというわけだぜ。
エビフライを食べると、幸せな気分になれるわよね。日本の揚げ物料理って本当に美味しいものがたくさんあるから、外国人にも喜んでもらえるのはいいことだわ。5つ目は天ぷらだぜ。天ぷらって、薄い衣をつけて揚げる料理よね。そんなに特別なものかしら？なんなら、外国人からするとエビフライと天ぷらの違いもわからないでしょ。確かに天ぷらとエビフライの違いがわからない外国人もいるが、日本が好きな訪日外国人からすると天ぷらの素晴らしさは目から鱗なんだぜ。天ぷらってのは、魚介類や野菜などの食材を小麦粉を中心とした衣で包んで油で揚げた料理だ。サクサクの衣と食材の旨味で、食べたら止まらない美味しさなんだぜ。衣がサクサクなのって、確かにポイントよね。それに、高温な油で揚げてるからこその香ばしさもたまらないわ。しかも、天ぷらってのは素材の味を生かす料理でもあるんだ。だから、新鮮な食材を使えば使うほど、その美味しさは際立つってわけだ。なるほど。素材の味を引き立てる衣と油揚げの香ばしさ、それが天ぷらの良さなのね。ちなみに、天ぷらといえばポルトガルよね。まさに天ぷらの起源はポルトガルにあるんだ。16世紀頃に宣教師たちが小麦粉を使った西洋式の揚げ物の調理法を日本に伝えたとされるのが、天ぷらのルーツだぜ。ポルトガルから伝わったってのは有名だけど、話としてはふわっとしたものよね。まあ、古い話だしな。でも、当時、江戸時代には油も手に入りやすくなったし、庶民にとっても天ぷらは身近な料理になったってわけだぜ。天ぷらの歴史がわかったわ。それで、訪日外国人が天ぷらに驚くのはなぜなの？訪日外国人が天ぷらに驚く理由はいくつかあるんだ。まず、さっきも言ったように、薄付きなサクサクの衣と食材の旨味の組み合わせが新鮮なんだぜ。確かに、衣が分厚いフリッターといった海外の揚げ物とは、一味違う食感よね。それに、天ぷらってのは基本的にその場で揚げたてを食べる料理なんだ。だから、揚げたての熱々を味わえるのも魅力の一つなんだぜ。あと、天ぷらってのはいろんな食材で楽しめるのもポイントなんだ。魚介類や野菜はもちろん、肉類やキノコ類なんかも揚げて味わうことができるだろ。訪日外国人にとっては日本らしい食材をそのままの美味しさで味わえるのだから、最高な揚げ物料理というわけね。ちなみに訪日外国人からのコメントも知りたいわ。じゃあ、訪日外国人からのコメントをいくつか紹介するぜ。食べた瞬間、あまりの美味しさに驚きました。特に印象的だったのが食感です。食べた野菜の天ぷらは衣が薄くてサクサクでアメージングでした。アメリカ人。天つゆや大根おろしで食べるスタイルも日本らしくて素敵だし、カラフルなルックスも美しかったです。イギリス人。天つゆをつけた天ぷらは私も最高に大好きよ。同じ食べ物を好んでくれる訪日外国人に感謝したいわ。天ぷらが大好き、特にエビとキノコの天ぷらが好きなの。でも店によって味が違うから、天ぷらって難しいのよね、アジア人。天ぷらは一度だけ食べたことがあるよ。日本で食べたのが唯一の経験だから思い出になってる、ヨーロッパ人。一番好きなのはエビの天ぷら。エビフライよりも天ぷらの方がエビの旨味を感じることができて好きなんだ、イギリス人。素材の旨味が伝わる天ぷらを好んでくれる方がいることが嬉しいわね。というわけで、訪日外国人が驚愕する日本の揚げ物料理天ぷらについていろいろと話してきたわけだが、どうだった？天ぷらって奥深さが伝わってきたわ。ここまで訪日外国人に言わせるなんて天ぷらは本当にすごい揚げ物料理だとわかるもの。6つ目はコロッケだぜ。コロッケなんて子供の頃から食べてて日本では定番よ。驚くようなことなんてないでしょ。何をそんなに驚くのかしら？侮るなかれ、霊夢。海外にはクロケットという似た料理があるが、日本のコロッケはまるで別物なんだ。その奥深い魅力を、俺が余すところなく紹介してやるぜ。まずコロッケは、茹でて潰したジャガイモにひき肉や野菜などを混ぜ、丸めて衣で包んで油で揚げた料理なんだ。日本全国で広く愛され、家庭料理や惣菜として定番となっている料理だぜ。ジャガイモがメインの揚げ物料理だってのは知っているわよ。じゃあ、クロケットもジャガイモがメインなのかしら？コロッケとよく似た西洋料理クロケットだが、これはフランスが発祥の料理で、メインの具材や調理方法はコロッケとは違っているんだぜ。日本のコロッケは、明治時代にフランス料理のクロケットが伝わったのが起源とされているんだ。当時、日本にはまだ乳製品を加工する技術がなかったから、クロケットの具材だった魚肉や鶏肉を使ったベシャメルソースの代わりに、ジャガイモを使うレシピになったんだぜ。なるほど、だから、ジャガイモがメインになったのね。そうそう。その後、コロッケは日本人の好みに合わせて改良され、様々なバリエーションが生まれたんだ。例えば、牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類だけでなく、魚介類や野菜を使ったコロッケも生まれていったし、クリームコロッケも作られたんだぜ。
起源はクロケットだけど、日本人が好むものへと変化して新たなコロッケという揚げ物料理が生まれて私は嬉しいわ。さて、いよいよ本題だ。なぜ訪日外国人はコロッケに驚くのか？その理由はいくつかあるんだが、特に多いのがイカの理由だぜ。日本のコロッケは、パン粉や卵を使ってサクサクに揚げた衣と、ホクホクに潰したジャガイモの食感が絶妙なバランスで、これが外国人にはたまらないらしいんだ。特に、揚げたてのコロッケは外はカリッと、中は熱々のジャガイモがとろけて、まさに至福のひとときと言えるぜ。確かにそれはコロッケの醍醐味よね。他にはどんな理由があるの？さらに、日本ならではな具材や味付けが訪日外国人を驚かせているんだ。日本のコロッケは具材や味付けが非常に多彩だ。定番の牛肉コロッケ以外にも、カレーコロッケ、チーズコロッケ、クリームコロッケ、野菜コロッケなど、様々なバリエーションが存在するぜ。確かに豊富なバリエーションは、日本人としても嬉しいわ。また、コロッケは家庭料理としても人気が高いんだ。多くの人が子供の頃から親しんできた味だからな。そのため、訪日外国人にとってもどこか懐かしい、温かい気持ちにさせてくれるのがコロッケという料理なんだぜ。なるほどね。コロッケが訪日外国人を驚かせている理由は分かったけど、実際のコメントも教えてほしいわ。訪日外国人からのコメントは次のようなものがあったんだ。フライドポテトと同じような材料なのに全く違う。コロッケにはびっくりしたな、アメリカ人。日本の料理は本当に中毒になりそうなほど、美味しいよな。コロッケもその一つだよ、カナダ人。確かにジャガイモを使った料理は多いけど、コロッケにはコロッケの美味しさがあるのよね。クロケットは知っていたけど、コロッケは知らなかったよ。ジャガイモがメインなのに本当に病みつきになっちゃう美味しさなんだ、ヨーロッパ人。フライドポテトしか知らなかったから、こんなポテト料理があることに驚いたよ、アメリカ人。コロッケは本当に様々なバリエーションがあって楽しいんだよ、アジア人。このままコロッケが世界的に有名になっていったら嬉しいわね。このように、日本のコロッケは訪日外国人にとって様々な驚きを与えてくれる魅力的な日本の揚げ物料理なんだ。なんだかコロッケが食べたくなってきたわね。今からコンビニまでひとっ飛びしちゃいそうだわ。七つ目は串カツだぜ。串カツって、豚肉と玉ねぎを交互に串に刺してあげたあれよね。前にマリサが作ってくれたの、美味しかったわよ。ほう、さすが霊夢だ。串カツの魅力をわかっているようだな。串カツには奥深い歴史と、訪日外国人を魅了する秘密が隠されているんだぜ。秘密なんて気になるわね。訪日外国人が驚くポイントってどんなものなの？串カツは、豚肉や野菜を串に刺して衣をつけて揚げた、日本を代表する揚げ物料理だ。一口大にカットされた食材は、サクッと軽い衣をまとい、油で揚げられることで外はカリッと、中はジューシーに仕上がるんだぜ。パン粉、卵、小麦粉を合わせた衣が、油の温度と食材の水分によって絶妙な食感を生み出し、食材の旨味を閉じ込める魔法のような役割も担っているんだ。へぇ、衣って串カツにおいて、奥深い役割があったのね。そして、串カツの魅力は食材の組み合わせにもあるぜ。豚肉と玉ねぎの定番コンビ以外にも、エビやレンコン、チーズなど、様々な食材を串に刺してあげることができるんだ。一口ごとに異なる味わいが楽しめるのも、串カツの醍醐味の一つだぜ。本当、串カツの豊富な組み合わせはそれだけで楽しいものね。前、マリサが作ってくれたチーズ串カツ、すごく美味しかったもの。さすが霊夢、串カツの楽しみ方をわかっているぜ。ちなみに、串カツはどうやって生まれたのかしら？串カツの発祥は明確な話がないんだぜ。明治末期に東京の下町で生まれた説や関西発祥説など諸説は存在するんだ。19世紀の文献に串カツに似た食べ物を東京で食べたという話があったり、文献の挿絵に串カツのようなものが書かれていたりもあるんだぜ。他には関西で1926年に三勝東京屋という串カツ屋が創業している話もあるんだが、どれも諸説の一つというわけだぜ。現在の日本で有名な食べ物だけど、その誕生の話が明確になってないのはもったいないわね。でも、19世紀と昔からあったことだけは確かだわ。だな。串カツは時代とともに進化し、今では日本全国で愛される定番料理だ。専門店だけでなく、居酒屋や定食屋などでも気軽に串カツを楽しむことができるんだぜ。そんな串カツが訪日外国人に驚かれているのはなぜなの？訪日外国人が串カツに驚く理由は、衣とソースの絶妙なハーモニーにあるんだ。サクサクの衣と食材に、濃厚なソースが絡み合い、食欲をそそる味わいを生み出すんだぜ。串カツといえば、やっぱりソースが大切よね。そこはどこの専門店も秘伝のタレがあるしな、店によってソースの味も違っていて、好みに合わせて店を選んだりするのも串カツの魅力なんだ。それじゃ、訪日外国人の実際のコメントも教えてほしいわよ。
要望に応えて、訪日外国人からのコメントを紹介するぜ。大阪に行った時に、友達と一緒に串カツをよく食べに行ったわ。イギリス人。日本に引っ越してからは、串カツ巡りにハマっちゃったんだ、ヨーロッパ人。訪日外国人の方たちは串カツ巡りもしているのね。アメリカのジャンクフードよりも串カツは最強に美味しいと思っているんだ。串カツといえば、やっぱり野菜が美味しくてベジタリアンにも優しいんだよ。日本を訪れたらぜひ串カツを食べることを勧めたいんだ。アメリカのジャンクフードよりも串カツが最強ってのはすごいわよ。というように日本の揚げ物料理でも串カツは、訪日外国人に衝撃を与えている料理の一つなんだぜ。マリサが作ってくれた串カツも私にとっては衝撃だったから、そんな風に訪日外国人にも楽しい揚げ物体験があると知れて嬉しいわ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。